今日の作業はね、あまり気の進む作業ではありません。このガレージの一番奥に保管してある6号艇、あれをね、破壊してばらして、小分けにして燃えるゴミに出さなきゃいけないんです。でないとね、今このガレージの中、もう足の踏み場もありません。7号艇が私の頭の中にあったものが、こう作業が進んで、形となって実現しつつあります。そうするとね、当然スペースを必要とするわけですよ。でかいでしょ。 だからこの7号艇、今6号艇が入ってるあのスペースにでもこう収納しておかないと、今ガレージで足の踏み場もなくって雑然としすぎ。これをもっときれいにしたいんですよ。でね、このありさまであるがゆえに、フォールディングカタマラン、常に車の中に積みっぱなしです。もうここしか保管場所がないから。でもこいつね、車に積んでると運転しにくいんですよ。だから今この車は、近くのスーパーに行ったりね、コンビニに行ったりすることにしか使えません。だからフォールディングカタマランもここに入れたい。ね、7号艇を奥に入れて、フォールディングカタマランをここで、夏が来て7号艇を主に使うようになってくると、フォールディングカタマランを奥に入れて7号艇をここに、こんな風にしたいわけですよ。そのためにはね、あの6号艇、思い出深いボートですけど、ここで破壊して廃棄しなければなりません。今日はその作業です。最後に6号艇を組み立ててみました。私にとっては思い出深いボートだからね、その姿を記録に残してずっと覚えておきたいよね。この6号艇ね、本当に、学ぶところが多かったです。いろんなことを試行錯誤して、そして身につけてきました。ちょっと全体像を眺めておこう。でかいよね。 4メーター80だもんね。おりゃ、静かだね、このギア。7号艇で苦労してる自作のギアの騒音と比べたら静か静か。さすが市販のギアだよね。おまけにね、この中に、入ってる、収まってるギアはね、鉄製の、スパイラルベベルギアなんですよ。スパイラルベベルギアは普通のベベルギアと違って音静かなんですよね。これ本当静かだ。こうありたいよね。今のね、7号艇のギア、これ7号艇の作りかけの、筐体部分なんですけどね、こんな音がします。全然違うよね。
その代わりね、こいつはギア比が低いんですよ、8倍速あれが、16倍速だから、結局あの騒音っていうのは16倍速に高速化したことに、その付随して発生した問題っていうことなんですよね。8倍速でいいんだったらこういう静かなギアも、実現は可能です。それから思い出深きトロイダルプロペラ、これ苦労したよね。どんなプロペラがいいのか、あれやこれやと本当にもう試行錯誤を繰り返したのはこの6号艇でしたね。おかげでね、随分といろんな知識を身につけることができました。やってみるもんだね。私はね、ズブの文系でそのなんていうのかな、技術者としての素養なんか全くないんですよ。仕事もね、ずっと事務管理部門だったからね。だから一から勉強して、試行錯誤を繰り返しながら学んだ、それがねこのプロペラですよ。楽しかったよね。でもね、このトロイダルプロペラもう一回やろうと思ってます、7号艇で。もしかしたら、トロイダルプロペラは7号艇に引き継ぐかもわかんない。まあこれじゃなくってまた新しいのをね作って、これ直径40センチあるからね、そうじゃなくって直径20センチに小さくしてもう一回トロイダルプロペラやるかもわかんない。それからそうそう、思い出深きはこの火事ですよ。火事、この火事がね捨てるのが惜しいんですよね。5号艇から引き継いだものなんですけど、この火事はね本当にこう考えに考えを巡らせて考え抜いた設計なんですよね。この火事ね、今跳ね上がってるんですよ。上に跳ね上がってる。だからこれ火事効かない状態です。つまりこれは直進状態なんですよ。直進状態の時には火事は不要なので、水から上がってる。でもね、まあ主要な意図は直進状態で、そのちょっとでも水の抵抗を減らそうと思って上げてるわけでは必ずしもなくって、まあそういう副産物もあるんですけど、そうじゃなくって砂浜でこのボートを組み立ててる時ね、砂浜でこのボートを組み立ててる時に火事が下に出ていたのでは、その下手したら火事の板が折れてしまう。それを保護するために跳ね上がるようにしたんですよ。で、ハンドルを切ると火事が下がる。例えば左回り、火事がね降りてくるんですよ。で、左へ曲がるように火事板が、効く。で、右回り、これで直進状態で右回りはこう、こんな風にね左右に舵を切るときだけ水の中に入る、こういう風にね、工夫して作ったんですよ。この舵は7号艇には引き継ぎません。7号艇の舵はもう固定式、こいつですよね、もう固定式、引っ込むことも跳ね上がることもない。なぜなら7号艇は軽いから。軽いから砂浜で組み立て中にこいつが砂の中にめり込んだとしても船体の重さが軽いからそれほどの負担はかけないはずです。だからボートの自重で、この部分が壊れるっていうことはおそらくないはず。だからね、こっちは7号艇では軽量化を優先して
ああいう、なんていうのかな、火事が引っ込むなんていうギミックは、備えていません。この火事はね、ここにこう秘密があるんですよ。この部分がこの火事板が、上がったり下がったりするのをコントロールしてるんです。まあ要するにあれですよね、ユニバーサルジョイントを応用して、ユニバーサルジョイントの応用なんですよ。だからね、そのこいつを考案するのに、そのずいぶん頭使いました。こいつはね、もう、ここで終わり。ちょっと惜しい気もするけどね、そのなんていうのかな、プロペラと舵とを別々の場所に離して、プロペラがね、船体の中央部分にあって、舵が船尾の部分にある。で、あのプロペラも引っ込むことができます。ここにレールがあってプロペラをスライドして引っ張り上げれば、プロペラはこの船体の中に収まる。これも同じ糸です。砂浜で組み立て中に、プロペラが砂にめり込んで損傷しないように。だってこの6号艇は70キロあるんだもん。70キロの重さがプロペラにかかったり舵板にかかったりしたら損傷しちゃうよね。なので、別々に設置したがゆえに、こういう凝ったこともできた。ただね、その代わり、重くなってます。重いです。これ単体で、7キロだったかな、7キロもの重さがあります。それに比べたら7号艇作成中のこの火事の板なんて、ここにプーリーがついてるとしても1キロないぐらいじゃない？1キロもないよね、多分ね。だってこんな板1枚だもん。しかも、この筐体に直接固定してあるから台座も必要ないしね。だから多分1キロぐらいでしょう。そうすると、7キロもあったものが1キロに軽量化したわけですよ。こいつもそうです。こいつもそう。これだけでね、この状態だと8キロぐらいあります。8キロ。中の鉄のギアがね、これぐらいだったかな。鉄の塊ですから、それは重いっすよね。ところがね、この7号艇のこのギア、2キロぐらいです。あ、でもペダルの重さも加えれば、3キロぐらいかな、4キロぐらいかな。しかも、筐体の中に一体化してありますから、その分、さらに軽い。今こんだけでね、16キログラムなんですよ。16キログラム。でね、舵が7キロ、こいつが8キロ、これだけで15キログラムあるわけですよ。そこにこいつやら、それからこいつ、これはまあそんなに重くないんですけどね、加わればそりゃ重いですよね。上部構造だけで、30キロぐらいあります。
で船体だけで 30kg ぐらいあります。でまた重いのがこいつなんだよね。これこの支柱が重い。だって支柱が4本あって、でそれぞれにアルミのパイプ2本を使ってるわけですから、合計8本。しかもあれも支柱の役割を果たしてるし、これも支柱の役割を果たしてるわけですよ。支柱の重さだけでも重いよね。まあ、そんなこんなでこの6号艇のその致命的な欠点はこの重さです。それから船体もまだ古い考えで作ってますよね。幅15センチ、高さが20センチだったかな。左右にぺったんこで、水を左右にかき分けて進む、こういう発想で作ってますよね、この船体ね。だから、7号艇ではこの6号艇から学んだことを生かして、別の設計思想で、作ってるわけです。でもね、引き継ぐものもあります。そっくりそのまま引き継ぐもの、パドルでしょ、それからフラッグ、これはね、7号艇にそっくりそのまま引き継ぎます。あとバスケットも引き継げるかな。その他の部分はもう廃棄するしかないよね。廃棄。さあここで、6号艇とはお別れしましょう。本当に多くのことを6号艇から学んだ。だからね、本当は壊したくはないです。でも保管する場所がない、仕方がないからもう壊しましょう。
Thank you.